ベテランスのラスラジベースラジススラジススラススラジススラジーベスラジススラジジラジススはい始まりましたベテラン地のベテラジ7月14日の深夜に公開される予定ですけども愛も変わらず7月14の夜に撮っておりますいや今年はね下半期のテーマ 勝ち続けて全てを手に入れたいと掲げましてなんと大学の夏休みが始まりそうです多分始まるもう始まってんのかな多分始まった分からんけど多分嬉しいな正直頑張ったな今年は上半期うん頑張ったなちょいつ振り返ってんねんって話だけどもう7月14日になるよって話だけど 調子良かったな今年の上半期は。うん。逃げんかったな、うん。この半年全然逃げてない俺。まあ、逃げたこともあんねんけど、それはその、後々戦うための逃げというか。うん。 今年の1月がアウン出た日か1月14日に来週でアウンっていう大喜利のイベント出たのとかが予定入ってるな見返すと懐かしいそうかお香行ったりお香買いに行ったりとかねあれ,おあれベテラジって4月やったっけ始まったの多分そうやんなうんいいね ナイスですね。今週も良かったしな。結構ずっといいな。まあ悪い、なんか今調子悪いなとかあんま良くないなって思うことあったけど、大体その深夜寝れへん時とかだけやな。基本充実してた。うん、てか今日良かったんな。今日とはと、まあ除あ月曜に音侍出るから、明日それの収録が多分あって。 あとその話音侍の方でもするかもしれんからあれやけどあの来週の撮影が今日あって「ゲラネクスト」っていう「来週チャンネル」の方でやってる、まあ、ラジオ出たんすけどネットラジオみたいな、まあ、面白いんで聞いてほしいですけど結構頑張ったしその「ゲラネクスト」の収録が今日あって渋谷行っててで帰りカベスだけ帰ってとあと2人でご飯食ってて。 ななんかか良ったな今日めっちゃなんか昔みたいやったな2人でハンバーグ食ってなんかとわがなんか最後の <laughs> なんか <laughs> 機嫌ようなあってなんか <laughs> 駅の柱に地下鉄の半蔵門線の渋谷駅の柱いっぱいあるとかあんねんけどその柱になんかぶつかるっていうふざけしたりとかうん <laughs> んか機嫌良さそうやったな楽しかったっすね今日 で昨日も来週の撮影したのかなうん。めっちゃおもろかったな。教本でなんか、東大生のサークルみたいな、東大の学生団体みたいなのがハンバーグ食ったら隣に11人組ぐらいで座ってて。でなんか、とわがめっちゃ話しかけ出して途中。なんか、流れで。でなんか。 面白かったな俺そういうの俺意外といかへんからシャイというかとはめっちゃがっつり話しかけて「うえー」みたいなで年下やったんやけどめっちゃ笑かしてたなで出てハンバーグ屋出て「お前すごいな」みたいなそのお笑いとかじゃない話しかけ方やもんなみたいな「ほんまに話しかけたくて話しかけてるもんな」みたいな言ったらいや僕好きなんすよねみたいな。 僕好何なんと思ったんやけどでも何か,かその <laughs> その前に渋谷の歩道橋でとわがってか3人でおったらカベスととわと俺でおったら視聴者さんが話しかけてくれてでその視聴者さんが話しかけてくれて写真撮ってる間に別の視聴者にも見つかってみたいな感じでなんか連続で3人写真撮ったんやけど。 なんか、急いでて、その時。その後撮影やったから。ね、写真撮った後、ドアが、ほんま急いでんねんからよって言ってた。<laughs> まあ、それは、冗談やと思うけど <laughs>、怖かったな。俺、聞いちゃったもん、思わず。え、何パー冗談って。いや、100パース、100パースって <laughs>。言ってたけど。俺、でもな、ちょっと思ってなかったら出えへんと思うねんな。そういう冗談って。 ま、俺だけそうなんかもしれんけど、俺って結構冗談って自分の中に思いついた言葉をデフォルメしてというか、自分の中にあるちょっとある感情をデフォルメして、わざわざ誇張して言うからおもろくなると思ってて、なんか全くないことを思ってなさそうなこと言っても、それって別に、あんまおもろくならんというか、で、とはもう俺結構そういう、どっちか言ったらそういうタイプな気すんねよな。自分のほんまの思いの延長線上で、面白くするというか。 なそうどっちなんやろうっていう、まあ、偶然の出会いとか好きなのなとはな、うん、そのハンバーグってだっら昨日もほんで昨日も俺来週とあとずっと一緒に乗って密着してたからとわに大変でしたそれもあった多分後々動画出たりとかして話すんであれですけど始発で行ったからな千葉俺一人で ほんで自転車乗れるようになってめっちゃ嬉しい。自転車乗れるようになった、マジで。ちょ、てか動画で見てほしいな。動画で見せたい。誰かに撮ってもらいたいな俺が自転車すいすい運転してるとこ。めっちゃ早い、普通に。こんな早いんやーって思った、うん。いや、こ、こんな早いんほんまに。びっくりしたな。な、ほ車やんって思った。 でなんか上野でその上野で始発に乗ろうと思って始発の一本遅い電車で行ったんやけど,行ったんやけどほんまの正確なこと言うとほんまに正確なこと言うとその上野で電車乗り過ごしてもまあ駐輪場探したせいで遅れたんやけどなその自転車はやって思いすぎてあの追いつこうと思って上野で電車乗れへん ででそのままおかち町まで走ったもんな、うん、自転車一駅ビューンってほんで実際追いつきかけたし短いから距離がでも結局おかち町でも乗れへんくて駅着いたぐらいで電車がプーンプーンって閉まる音聞こえてあ無理やったっつってでなんかその勢いで楽しくなって秋葉原までこいでっちゃって総武線で千葉行かなあかんから めっっちゃ楽しかったなでもケツ痛くなった俺が乗ってるバイシクルドリーム号は15万,万円するからお尻がおケツが翌日めっちゃ痛くなっちゃいました自転車いいなもっと早乗っとけばよかったなってか俺ずっとやりたいことあってさ自転車乗ってあの風に手をかざしてたらあのおっぱいと同じ感触するっていう よう言われてるやつあってそれやりたいねんけどまだちょっと片手運転はできんくてなんか結構俺ショルダーバックみたいなの多いんやけどショルダーバック下げてる時にその戻すのその電車こいあ電車じゃない自転車こいでたらそのショルダーバックがスーンってその動いて前に垂り下がってきたりすんねんけどそのバランス取りづらくなるから 背中の中の心にショルダーバッグを置いいいきたいというかそれでその片手でショルダーバッグ直したいんだけどそうするとバイシクルドリーム号のこのハンドルが傾いちゃってうまく進めへんっていうてかショーツにあげよう最近僕僕は最近僕は最近自転車に乗れるようになったんですけどっていう動画カッツみたいなあげよう 今週もでも頑張ったなぁ、ほんまに。忙しかったなぁ。まあ頑張ったら楽しかったけど。短歌の本のイベントやったんか。朗読とかしてな。視聴者のなんか、YouTube も見てくれてて、で、今回イベント来てくれた人が、なんか、ちょっとエッチでしたね、みたいな。なんか、朗読。まあエッチでしたねっていきなり向こうから送ってきたわけじゃなくて、なんかロ、 イベントありがとうございましたみたいな送ってきてくれてでなんかよかったやろみたいな言ったらちょっと朗読がドキドキしちゃいましたみたいな来てうっしゃーうっしゃーおりーって思ったなめっちゃマートったったもうほんまにその 降りひんそのずって言ってるけど最近逃げない降りないいざ朗読するってなってさ面白いっしょみたいな感じで中途半端にふざけた朗読とかさ不愛想な朗読してるのが一番ダサいからほんまにその声優さんいやまあ声優さんではないなあんな抑揚ついてないけどほんまにもう失神させようっていうぐらいエッチな読み方しちゃった 失神してる人おったしなほんでうん男女問わず全然なんか編集者の人もななんかちょっと言ってたし、うん、その出版社のその担当の人ねイベントをあれしてくれた、まあ、76社っていうところが手伝ってくれたんやけど76社のその編集者さんが言ってたな俺の朗読がエッチすぎて あと俺の朗読がエッチすぎて途中であの、会議室のドアみたいなのがピーピーピーって言って止まらんくなった。それほんまあ最悪やった。ちょっとまあ来てない人からしたら知らんわって話だと思うけど。会議室がさ、ピーピーってなるとかあるよな、なんか。てか来週のイベントでもこのま,まなんかあのピーピーってその知らん場所でなんのほんま気まずいからやめてほしいわ、あれ。どうにかならんのあれ。ピーピーって置く場所つ、なりうるものをもう取っとけよ。 貸し出し出てる場所からは考えたらわかるやん。その PP ってなる可能性あるもん置いとくから PP ってなんねん。ほんで別に PP ってなるもんなんかなくてもええやん。場所を貸してるだけやねんから。アホ。はい。まあ、短歌のイベントは別にま、そんなもんかな。まあ、またなんかあれやな。一回ベテラジでその短歌のメール送ってくれる人結構多くて。 まあ聞きたい人は結構多いとは思うんやけどでも全く興味ない人も結構おるやろなと思って、まあ、なんか短歌の話するんやったらもう短歌の回ですよってやろうかなと思って、うん、なんかどっかで、まあ、ゲストで青松明さん読んで青松明さんに短歌の話をしてもらうっていう回ちょっとやりたいですね、うん、今ベテマツで喋ってるからな間で喋ってる 間っていうかその、まあ、ベテランっちでも青松だけどないでも俺で喋ってるというか結構はい何かの、ね、イベント良かったなあと最近おもろいことあってこれほんまめっちゃおもろかったんですけどなんかイタリアみたいなの食いに行ってでまあカウンターでイタリアみたいなの食ってたんですけど隣に 全然別の客でおじさん5人組みたいなの食っててでなんかそのおじさん5人組とシェフがカウンター越しに結構話してて割とアットホームの感じの店というかでなんかまあ食ってたらそのシェフがまあそんなめっちゃ高い店って感じでもなくてまあんやろ街の飯屋みたいな割とでもまあ飯はうまいみたいななってで食ってたらなんかシェフはあの 千葉修作の悪口めっちゃ言ってて <laughs>。あの。あ、千葉修作じゃないや。何や。千葉、千葉何広末のあの、千葉シェフ。広末良子と不倫した。鳥羽や。鳥羽。鳥羽シェフ。鳥羽修作鳥羽修作や。鳥羽修作の悪口とんでもなく言ってて。あいつ喋えんだよ。 <laughs> あいつさ、なんか、その不倫する前からめっちゃ嫌いやったらしくて。大体さ、たいさあんなさ、チャラ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 してさ、料理の本質全然わかってねえんだよ。<laughs> でまぁ実際多分、ほんまになんか、なんやろうな、ほんまに修行してる人っぽくてその人、結構ちゃんとした。 で、なんかその割と多分伝統的なイタリアンの基礎をめっちつ通ってて基礎がなってねえんだよな料理としてのえそりゃさまあウケるかもしんねえけど全然よくねえよなまあ別に不倫とかはどうでもいいけどめちゃくちゃ悪口言ってんでなんか <laughs> まあでもそういうその玄人からしたらセンスないようなものが 大衆目線だと、やっぱりその、キャッチーで、まあ派手なんで分かりやすくて、まあ高い金払う人出てきて、金持ち側とかで儲かったりとかもありますよね、みたいな、流行ったりとか、みたいな。まあそうだね、って。で、なんか、いろいろ喋ってたら、なんか、でもさ、笑っちゃうんだけどさ、お客さんとそうやって話してたらさ、 なんか、ずぶ濡れの広末涼子が、もし店の前で立ってたら、何々シェフ、どうですかって言われたんだよね、みたいな。笑っちゃうのよ、ね、それ。<laughs> 言ってて。めっちゃおもろかった。やっぱでも、そう。<laughs> なんか、 ずぶ濡れの広末涼子おっさんやなっていうなんかおっさんの例えやなってズブずぶれの広末涼子が店の前で立ってたらどうしますかってそのなんかその分からんけどその影のある女みたいな影のある女がその頼ってくるのが可愛いみたいなのを昭和で言うとずぶ濡れの広末、うん、てかごめん広末の件になるけどさ 広瀬良子すっきやわうん広瀬良子好きやわ,うん広,瀬子好きやわ広瀬良子のあの手紙ほんま大好きなった俺この話したっけベテラジェルも話した俺話したいなってずっと思ってんけど話したんやっけ話したすぎて話したかどうか忘れたもう話した気してる好きやなあの手紙正直まあそのごめん不倫許せへんっていう人も結構おると思うけど 聞いてる人の中には正直あの手紙は好きやななんかバカにしてるやつ結構おったけど。まあなんやろう。まあ意見、その不倫に対する意見分かれると思うけど、あの手紙、な叩いてる人結構おったけどツイッターで。キモいみたいな。なんだよ、いい大人がみたいな。いやいや。いい大人があれぐらいピュアになってこそちゃいますの。 なんかそういうやつがさえ自分のお母さんが恋愛してたらめっちゃキモいわ親がセックスしてたらマジキモいわみたいなツイッターに書くねいやお前も親なるでほんまに全めっちゃええことやと思うけどな40のやつが恋愛してんのだってキミラが10歳の時と今のキミラ全然大して成長してないでしょって思ってまうなあれ叩いてた人 まあまあその、される側から見たらキモいっていうのはわかるけど、それ良くないっていうのはわかるけど、なんか、そのピュアさを叩くのはちょっと違うんちゃうかなっていう、なんか、うん、不倫しといて何の手紙やねんはわかるけど、いい年ってこんなこと言ってんじゃねえ別にいいやでもそのシェフほんまめっちゃ面白かったな。飛ばディ捨てたシェフ。なんかその、 いろんな世間話カウンターの人といろいろしててなんかなんか小さい時になんか親に結構「車の整備士になれ」って言われたんだけどみたいな言っててんん <laughs> と思って俺まあ聞いてて「車の整備士になれ」って言ってでまあ「車の整備士ってんかさ」みたいな「なんか,かっこ悪いじゃん」みたいな「まあ、かっこ悪い」っていうか「しんどそうじゃん」みたいな言ってて。 まあ確かにしんどそうやなっていうねなんかでんかあなんか立っててさ作業っかしてさしんどそうだしさなんか車やってんだったらかっこいいんだけどさ整備士ってのはなーって思ったんだけどさあとから聞いたら親父が俺と車やりたかったらしいんだよねみたいな話しててで、ね、んかえ その車屋だったら先言ってほしかったんだよなみたいな,な整備士って言うからそのまあみんな食い終わったでもちろんそのごめんこんな飯中にこんなベラベラ喋ってないでみんな食い終わってたでその時カウンターにいた人でなんか整備士じゃなくてその一緒に車やろうって言ってくれたら全然俺やったんだけどでも親父が俺がシェフになってからずっと「俺お前と車やりたかったんだよ」とか言っててさつってでもなんか あんな油まみれのさちょっとやりたくなかったんだよなまあでも今も油まみれになる仕事やってんだけどねうんま話と思ってこいつほ <laughs> イタリア人みたいなオチやんとそのオリーブオイルにまみれてるからってことっていうなーにをしゃつなまあ今も油まみれの仕事やってんだけどねおもろかったな シェフってほんまなんか、チャラそうやったな美容師見た時以来の感想。やっぱ人間をもてなしってなんぼやからな、シェフなんか。モテるやろなっていう。めっちゃ感じた。めっちゃおもろいもんな。結局アベラマイルの仕事やってんだよ、今。ははは。うまい。綺麗。 最近なんかあるかなあれありますね。レンタルルーム借りました。レンタルスペース。レンタルスペース、あの、荷物を、荷物置ける物件借りました。なんでかというと、えー、ベテラン地の古本屋古着屋プロジェクトの第2回を動き始めているからですね、うん。めっちゃ借りた。めっちゃ借りたな、レンタルスペース。 月な2万ぐらいするなめっちゃ高い、うん、そのでももうほんまに見せ始めるんでもう在庫を置いていきます仕入れ仕入れとかももう動き始めてますご覧あれ新しい世界というね名前で前,、まあ、前回結構やって楽しかったからまたやりたいなって思ったんで 借りました物件もうなーだから後戻りできんみんなが来ていっぱい買い物してくれないと赤字になってまう物件借りだか,だからちょっと頑張っていきたいななんかみんながもし客として俺が運営している、まあ、場所借りてやってる古本屋古着屋に来たとしてどういうのやったら嬉しいかみたいな聞きたいな 今俺が思ってんのはその古本とか古着とか詳しくない人が試しに行ってみようっていうので着やすいっていうのをまあ目標にしててまあだから本とかもまあ買いやすいようななんかも、まあ単価とかの本はもちろんいっぱい置いてるけどどういうのがやりたいみたいな,なやろど,どういうのをやってほしいみたいなとに,あえずとにかくなんかその敷居を低くしたいんだよなやっぱそう 古本屋とか古着屋とかほんま、空気悪いからな、基本。うん、古着屋の店員とかも喋ったらまあいいやつやけど、みんな。喋るまでめっちゃきついから。まあ、それで言ったら俺とかも喋りにくそうやけど、多分みんなからしたら。マジ違うからな、俺って。喋りやすいからな、めっちゃ、実は。とっても、かなり。うん。だからまあ、頑張っていきたいなっていう。 そうですね、あとなあそうてか上半期まあいろいろテスト受けて、まあ、去年よりは結構頑張って勉強したいんやけど面白い科目あって法医学これおもろかったな法医学めっちゃおもろかった法医学ってまあ何かっていうと解剖すんのよねでまあどういう 科目かっていうと、まあ、亡くなった人を、まあほううん、まあでもそうねなんやろうん、だから犯罪が起こったような時に行うまあ解剖が多いんかな基本的にはだからまあ亡くなった人を ったらその人の人死因を見つけようっていうまあだから謎の死とか起こったらまあ、その人まあ自殺とか殺人とか病死とかいろいろあんねんけどそれをまあ特定しないともし事件やったりした時にそれ見つけなあかんしとかっていうのがまあ法医学のざっくりあれやねんけどなんかだからこういう理由で亡くなった人はこうなってますみたいなまああんまないやろおもろいとか言ったらちょっと不謹慎んちゃう不謹慎んないけど。 まあでもその普通に医者になるために普通に必要なプロセスというか。で、それをさ学校の勉強で習うってマジで結構異常な状況というか。なやろ。ほんまだから、イメージどういうこと習うかっていうと、えっと、投資した人がいるとしますと。こうって死んだ投資した人がいるとしますと。で、これ投資してた時に、あの、 投章、投章になってましたと。やけどの、あの、氷バージョンね。冷たいやけど、投章になってました。投資してた人は、その投章が原因で投資したわけではないんです。とかを習うっていう。その、投章は、あくまでその、めっちゃ冷たい温度に短時間触れたらなるんであって、その投資は、中心の温度が下がったらなるんで、 だその、投章があったからってそれが絶対投資家とは限らんよねとか。だか例えば氷の中で、それこそもうほんまにミステリーの世界。探偵小説の世界。でも俺探偵好きやから。うん、探偵ってやっぱ面白いというか。まあ、なんで好きかってなんかその、文学的やから好きやねんけど。なんか、氷の中に投資したふりして捨てられてて、 殺されれてるかもしれんわけよねっていうのを普通にほんまにそのちゃんと救命せなあかんからそれってだからこの兆候が出てたらこの原因で亡くなった人の可能性が高いですみたいな手がかりみたいなのを結構ちゃんと覚えなあかんっていうでその亡くなった人ったらまあ届け出せなあかんねんけど亡くなりましたこの人っていうでその時にその死因隠乱とかに理由わからんかったら「負傷の死」って書かなあかんくて。 ま、原因不詳の不詳。で、その、それがま、結構なんやろう。死亡診断書用語というか。か死亡診断書っていうのは書くねんけど、病死および自然死っていうのが11種類あって、で、12番に不詳の死っていうのがあって、もし死亡診断書を書くときに、ほんまは不詳の死に入れなあかんのに、 例えば、心臓病を持ってましたと。で、心臓病の方が亡くなられましたと。で、それ亡くなった時に、まあ、直接の死因が心臓病とは限らんわけよね。けど、なんか心臓病になってたんで、多分心臓病っぽいんで心臓病って書いたらダメで、そこちゃんと、その、ロジカルにこの理由で亡くなっちゃいました、この人っていうのを書かないといかなくて。で、それができひんにやったら不詳の死って書かなあかんのよで、 十二不詳の死って、なんか、すごいなっていう。それがしかもその、ほんまに全員習ってるっていう、日本の医学生が。まあもちろんマイナー科目ではあんねんけど、そんな。全体のね、医学全体からしたらまあ、将来携わる人も少ないやろうし。でなんか医学にもいろいろあんねんなーっていう。 うん、まあなんかそういうそのマイナーなのおもろいと思ってるのがちょっとなんか <laughs> まあ良くも悪くも俺って感じだけど医学面白いな他にもな面白いのあったんやけどなちょっとパッと思い出されへんなでも医学やっぱ面白いなまあ勉強もともと俺り好きやからあれやけど。 なんかまあテストは結構覚えんのがしんどいからあんま好きじゃないけどまあ勉強としては結構うん悪ないというかまあなんか説得力ないけど今こんなこと言ってもでもほんまにまあ他にやりたいこと大量にあったりとかまあ俺が怠惰やったりとかでこうなってるだけでうん医学部結構まあおもろいはおもろいなやっぱなかなかない経験やしな全てがそもそもなんか ずーっとさ、人間こうなったら死にますよっていうのを勉強してるというか、4年生は特に。ま、あその、基礎医学やと、もうちょい人間の体がこうで、みたいな生物学っぽいこと習うんやけど。だほんまに外科とか内科とかやったら、もう死ぬ病気しか基本勉強せんというか。てかまあ、あ治し方がほぼ確定してて、絶対もうなんかこういう風うにしたら治るっていうのがある、決まってる病気やと、多分俺らがそんな勉強する必要があんまりないのよな。もう決まって、 ちゃってて、もうメカニズムとかも解明されてたら。俺らが分かっとく必要はそんなにないというか。な、ほんまに。外科とかやったら、ほんまひたすら癌のことやってるみたいな感じじゃなまあ、癌だけじゃないねんけど。まあ、科目によっちゃ、その、やっぱ。今人間がなくなる病気。で、まあ、結構トップクラスに癌おるから。ほんまにずーっと、この。一科目のテスト、癌のこと習ってて。で、癌はこうなったら。 ステージなんぼやから、やばいですとか。で、癌の手術するときは、こうこうこうでこうですみたいな。ずーっとその、ほっといたら死ぬ人の話で授業を進んで単位取るっていう。それってほんますごいというか。だって普通はさ、なんやろう。あの、 経済学とかさ、政治学とかさ、そういうのがいろいろあって、なんやろ。世界全体をばーって、まあ見て、その原理を見つけてこうみたいなのがやっぱ基本というか。まあまあ、もまあでも科学とかもそうやな。基本ルールを学ぼうっていう。だトップダウン、まあトップダウンって言ったらちょっと違うけど、実験する勉強とかもあるから。 やっぱ基本は数学、化学、生物学、物理学、経済学、まあ教育学とか哲学とかはちょっとずれるけど、心理学とかもそうやな。でもまあ哲学とかちょっとあれか。医学、うん、まじ、めっちゃ特殊やなっていう。まあもちろんその人間の、なんやろう。人間の、にとって大事なんやけど、 何ろうな命かかってなかったらこんなこと学ばんでええなっていう。なん,かなんていうの。世界全体からしたら結構ほんまめっちゃミクロな話というか。だかネズミの医学をさこんな必死で勉強してるやつなんて一人もおらへんわけよ。だネズミの癌が,がどうこうみたいな。だ癌が,がどうこうみたいなのって世界全体のルールからしたらめっちゃちっさいルールなんやけどで俺らが人間であるばっかりにその人間が病気になったらやっぱ人間治したいから。 それをめっちゃ掘り下げてひたすら勉強してるっていう状態ってなんかお,おもろいなっていう生き物としての人間他の生き物でそんな戦士なあんまり獣医とかやったらあれけど基本はほんまにそのやっぱ命を1年2年長くするのに研究して勉強してみたいな世界やからめっちゃほんまに細かーいところまでその生き届こうとしていくというか その感じがなんか他の勉強とは結構感覚が違って面白いなっていう感じが、はい、しますね、医学部。まあまあ、卒業はしたいですね。できんのかなできると思うでも、今の俺の話聞いてたらできそうやなこいつって思うと思うちょっと、時間はかかるかもしれんが。ってとこですね、うん。まあ、おしゃべりはこんなところにして、ちょっと、 ボイスパーカッションの時間でもいきましょうかはいということでね、えー、お便り読んでいきたいと思います、まあ、あのベテランちのベテラジっていうのはね、はいまあ、お便り普通のお便りを読むというのが醍醐味ですから読んでいきます、えー、ドブネームデルフトさん男性 ベテランチは自殺しないでね。一視聴者からの切実なお願い。ご安心あれ。ちょっとこのメールな、今このご時世にな、わざわざ読むのもどうかなって思って。で、まああの、このニュース聞きたくない人も多いから、ちょっとあれやねんけど、まあリュ u c h さんかなが亡くなって自殺でね。まあこの話に触れへんの俺はちょっとちゃうかなって思って。で、まあ でも俺ツイッターでごちゃごちゃ言うのもちょっとちゃうなって俺の考えでは思ってやっぱか軽いなっていうなくなったから喋るみたいな俺はほんまなくなる前からリュ u チ h e 誹謗中傷キモいなって思ってたしリュ u チ h e のこと叩いてるやつツイッターでごちゃごちゃ言ってるやつでもそのツイッターでごちゃごちゃ言うっていう行為のその悪口言うっていうのを表裏にやっぱなんやろう、うん、坂本龍一の時も話したけど反応でなんかするっていうのが まあ根本にはあるというか、まあ俺はそっちも結構それはそれどうやねんって思うというか、まあ考え方人それぞれその反応でなんかしてもいいけど、誹謗中傷のライン一定、って超えるなよっていう考え方の人はまあその今回の件で亡くなりました。ってなって、まあ、いやいや、もうほんまやめようや、こういう世の中にすんの、みたいな。っていう人もそれは間違いじゃないと思うけど、まあ俺はその、うん。 それでなんか誹謗中傷してたやつの悪口みんなで言うのも別に一緒っちゃ一緒というかまあ一緒じゃないねんけど手続き上全然その傷ついてる人間の数というかあれが違うからでまあなんか人間の本質としてはまあなんかそういうところがリューチェルを,を叩かせてたというかって思ってまあでもラジオやったら結構なんやろ時間使って自分の思ってることちゃんと喋れるからうんでなんかまあベテラジっていうのは第一回からね まあ聞いてるだけでサブカルブレるルラジオまあこれはちょっと今回の件関係ないけどでまあ資料深いとかサブカルとか言うんやったらやっぱこの件から逃げるのは違うかなっていうのでまあちょっと話しますまあでも1個あんのはやっぱほんま俺はほんま絶対自殺はせんなしようと1回も思ったことない悪いけどまあ悪いけどじゃないけどなんかご安心あれ そこはな、ほんまな、俺はな、応援しがいあるとうん。まあ、逆にあれかもしれんけど。まあ、そのちょっと不安定な方が応援してて面白いみたいなのあるかもしれんけど。結構やっぱなんか俺、まあ短歌もやってたりとか、なんかその気難しそうな感じがちょっとあるから。なんかその、不安、なんか大丈夫ね、なんですかみたいな言う人も結構多いねんけど。 やろしなやかというか俺の俺の心ってしなやかでうん割とへこんでも復帰が早いタイプなんでまあ基本はまあ絶対はないからなあれやけどまあでも大丈夫ですマジでうんで何やろうな、まあ、今回亡くなったことに関しては別に俺は何か言う立場にないというか なんか俺の基本原則としてなんか自分が関係ないことにあんま口突っ込まへんっていうのがかっこいいと思ってて自分がやりたいことでちゃんとやるっていうのがやっぱ割となんやろううん倫理的なスタイルというか何でもかんでもやっぱツイッターで口突っ込むからわけ分からんことになってややこしになるというかでなんでそれで口突っ込みたなるかって言ったら口突っ込みたなったら儲かるようにツイッター社がその会社を作ってるっていう ニュースとかも、ニュースサイトとかもそうで。ニュースバズらして、広告回して儲けたいっていうのがあるから。まあだからほんまに俺結構広告自体嫌いなんやけど。だからタクシー乗ったら広告見えひんねんけど、俺。まあ矢のに YouTube でな、金もらってるから、まあ矛盾やねんけど。あの、ぜひね、PayPay ペイペイであの送っていただきたいんですけど。もう、あと YouTube プレミアム入ってるしね、俺は。うん。だ、その、うん。なんかそもそも今回そのまあ、 ユーチュなななくなってまあんやろう女性ホルモンをめっちゃ売っててそのもともとジェンダー的にねなんかいろいろあって男性としてやってたけどまあ女性ホルモンを入れてやってるみたいなまあ性転換のこともしたいんかなもしかしたらっていうことやったんかなでなんかまあやっててでまあそういうのの副作用で結構不安定になりがちみたいな、うん、っていうのがあって。 でまあ、それこそ最近ね、いろいろまあ、まあツイッターとかネット好きな人だったら結構知ってる人も多いかもですけど、まあ揉めてて叩かれててみたいな。でもなんか俺、誹謗中傷してるやつがリューチェルを殺したみたいに言いたくないというか、なんかそれはリューチェルの死をまた軽くするというか、俺は最終的にリューチェルが死にたくて死んだっていうことも尊重したくて。うん。まあそれはどっちが本とかって別に分からへんねんけど、 なんやろ。かわいそうって思いたくないっていうか。まあ、辛かったと思うから、それはめっちゃかわいそうなんやけど。なんか、お前らが殺したみたいな、いうのは、その、りゅうちぇるが、負けたみたいな言い方で、なんかまあ、それは絶対まあ、不幸じゃないとわざわざ自分で死なへんから、まあ、しゃあないねんけど。でも俺、りゅうちぇるの人生の物語っていうか、りゅ まあもう亡くなった人何言ってもしょうがないんだけど別に俺それ間違ってないと思いたいっていうか一生懸命生きてたっていうことは別に変わらへんくて死に方がどうあってもだからなんか俺は別に誹謗中傷してるやつめっちゃキモいと思うしまあだるいけどダサいなって思うしそんなんに まあストレス与てられてしんどかったやろうなってめっちゃ思うけどうんそうは言いたくなくてまあ自分の意思で死ん人間が死ぬってやっぱ自分の意思で死んでると思うからまあそうするしかなかったんやったら俺はまあ何やろううんまあでも悲しいことではあるしまあいろいろな生きてて楽しく生きてくれたらそれはもちろん良かったんやけど なんか自殺するのアホとか無責任とかやっぱそういうのも言いたくないというか結構ツイッターとかでもそれこそこんなんで自殺してもったいないなみたいな言うやつもおりゃうんお前らが <laughs> 誹謗中傷してたやつらが殺したとかあとはそのこんだけ叩かれてさらに自殺して迷惑かけるなんてほんま最後までどうしようもないやつやなみたいな なんかそういう系の言葉全部やっぱ軽いというか。うん。まあ正しいんだっていう。で、それを生きてる側はまあ受け取って、どうやって生きていくかっていうだけというか。うん。なんかその、あんま解釈したくない。うん。これが近いかな。うん。これが結構近い。リューチェルの死を俺らが勝手に解釈して勝手に意味付けたくんないし、 俺はそうすべきじゃないと思っててだからペコちゃんとかねまあもともとリューチ h と結婚してて子供持ってみたいなでペコがかわいそうとかまあそれもめっちゃ傲慢やと思うしだってリューチェルといて幸せやった時間があるはずやから絶対だから結婚してるし子供もいるし仲良しってってテレビにも出てたしもちろんもしかしたら最後は全然ダメでつらかったかもしれんし これからも辛いかもしれんけど、なんかそれを俺ら外野が否定する権利はないというか、で、子供がかわいそうとか、もちろんそれ辛いと思うけど、それは辛いよ。親自殺してて、おかんと3人かな、残されて、これから生きていかなあかん。まあ年はね、3歳とか5歳とか、まあわからん、何歳なんやろな、子供。おって、それは大変なこといっぱいあるやろうけど、でもそいつの、だって、リュウチェルの子供じゃなかったら生まれてこれへんかったんやから。 本人がそら親を恨もうが、親に感謝しようが、そら本人勝手やけど、そいつがそこにいる、ペコとか、子供二人とか、リューチェル自身とかが、まあその、4人かそいつらがそこにいるっていうのは、今ここにいる本当のそいつらがいて、でまあ一人死んだけど、その一個しかないっていうか、もしかしたらとかはないわけで。 じゃあなんか周りはどうすねんって言ったらその今1個だけある今ここに1個しかないその現実のそいつらをそれで正しいって思って応援してあげるとかまあ応援するのも傲慢な気するけどそれをみんなでそれを受け入れなあかんっていうか結局やっぱ人が死んだっていうのを受け入れたくないから誰かを叩いたりとか。 まあなんか結局一緒やと思うねんな。なんか、まあその、これもちょっと誤解招く言い方になるけど、誰がかわいそうとか、誰が悪いとか、うん、マジなくて。まあもちろん誹謗、中傷するやつ終わってるし、な、なくなってほしいけど、誹謗中傷なんて。でもなんか、誰が、うん、誰がかわいそう、誰が悪いとかじゃなくて、もそれはもう現実で、 で俺はなんか別に最後がどうなってたとしても別に悲劇的な人生とかいい人なんかうんではないというか普通に人一人が生きて死んだっていうフラットにいい人生一個分のいい人生としか思わんというか、うん、なんかそこにかわいそうって俺が思うのもずるい気がするな俺の意見ではまあ結構これは人によって分かれるというか俺がこういうこと言うと結構 まあ、選手のアンディモリの件とかもね、選手、選手、先週忘れたけど、賛否両論あったけど、まあ、俺はそういう考え方っていう。うん。まあ、ちょっとこの話そんな長くするようなあれじゃないかもやけど、ちょっとまあでも、趣旨的にこのラジオで、はい、話さないの違うかなと思ったんで言いました。あと、それで言うと俺がちょっと思ったのは、なんか有名人サイドが、まあ、誹謗中傷するやつほんまキモいみたいな、言って、 出てでもそれはほんまその通りやし俺も誹謗受取された腹立つしキモイリップとか来たらまブロックしたりとか全然あんねんけどでもなんか有名人がそれなあ言うのもいやわ,わかんねんけどでも俺も有名な側やから今やねなぜか俺はそれはななんか言いたないというか 有名なやつのしんどさってやっぱ有名なやつにしかわからんくて。で、まあ誹謗中傷する奴がみんな終わってて不幸せみたいなのも最近よう言うねんけど。まあなんか普通になんか頭悪いだけやと思うしな。別になんか全員かわいそうとかでもない気するしな。普通に幸せに生きてて頭悪いやつとか。普通に金稼いでたり、いい学校行ってたりするけど、頭悪いとか。なんやろ。まあなんか普通にサッカーとか好きやけど、 なんか感受性がちょっとやばいとかでなんかすなんかそういうやつに、まあ、これはちょっと俺が主相すぎるんかもしれんか有名人としてのスタンスがなんかでも結局やっぱ例えばじゃあスポーツ選手とかおって、まあ、YouTuber 有名人とかおってやっぱそいつらになんかしょうもないこと言わすのがやっぱ仕事というかなんか俺とかもやっぱ ベテランチ全然好きじゃないわ、みたいな。つまんねえんだよな。なんであいつ面白いみたいな感じ出しやがって、みたいな。のを思われるのがやっぱ仕事で、そう思われてるからやっぱ好きって言ってくれる人もおって、なんやろ。そこの距離感を間違わすのがやっぱ仕事やし、そうしないと金ってもらえへんというか。なかスポーツ選手がさ、悪口言われたら、例えばじゃあかわいそうやねんけどさ、もう俺絶対言わへんねんけど。 ちょ、ほんま、ほんま肝わみたいな。ツイッターとかで。まあ、試合見ててムカついて言うかもしれんけど、ツイッターとかで。ちょ、何三振してんだよ、みたいな。何エラーしてんだよ、マジ。ふざけんじゃねえよ、帰れよ、みたいな。まあ、言うあん、し、まあ別に思わんねんけど、でもそれ、やっぱそれ思うから人間やっぱ面白くなれるというか、そのプラスの面だけあってエンタメになることってやっぱなくて、 な結局突き詰めてったらなんかそのクラスの人間関係とか普通の人間関係のそのおもろい版があるからやっぱ仕事になるというか。だからなんか俺はまあそれでもちろん苦しんでるな有名人周りにまあいっぱいおるやろうしそういう人の見方では絶対痛いんやけどまあ別に俺は誹謗中傷 してくれてもええというか、まあ、されてムカつく時もあるし、ムカついたそれムカついたって言うけど、それは別に俺は俺で言う権利あるというか、なんやねんこのキモいコメントはとか、<laughs> なんやねんこのキモいリプはとか。うん、だから別に、ええんちゃう自由にやったら、っていう。ま、あでもそのな、リューチェルの件はな、だからいじめやったからな、それがやっぱ、 結局なんか、ああいう変わった格好してる男が嫌いなんやろっていうお前らっていうのがやっぱ根っこにあるというか、なんか、無責任だわ、マジ、みたいな。いや、よその家のことやから。そらし、そんなん言う前にその知り合いの無責任なお父さんのこと言うてどうにかせよっていう。そう、ツイッターでさ、てかツイッターでなんか喋っても意味ない。 まあ YouTube も意味ないけど、もっと言ったら。どうするかやから、そのゲ、うん、なんかり、まあそれもな。じゃあ Twitter でみんな何も言うなっていう話なんねんけど、まあ俺はそういうのが好きっていう。うん、坂本隆一の時も言ったけど。うん。まあ背負って生きていくと。はい。まあ僕は生きていきますよ、とにかく。まあ俺は結構な人生ゲームやと思ってるんで、その、 死にかけるギリギリまで自分を追い込むことはあっても、うん、死んだらやっぱ俺はゲームとしてはちょっと成り立ってないかなっていう気がして自分の中でね、うん、そういう人指否定する気は全くないですがなんでまあはいご,ご安心あれということでうんではちょっと普通のメール読んでいきますちょっとすいません特殊な話でえーと どのお便りにしようかな。ええー、ドブネーム、花毛ヤミーさん。14歳女性。ええー、友人が合法ロリです。いや、違法ロリやろ。<laughs> いや、君14の女ねやろな、まあその歳一緒かわからんけど、もう同級生やったとして、14やったら、別全然違法ロリやねんけど。その後に合法ロリになる可能性秘めてるべき。<laughs> 今別に、ってかその、ロリって、 14とか全然ロリじゃないか <laughs>。その。もちろんその世の中にはロリといっても幅があるんだろうが、全然一般人目線14なんか、全然ロリやから、普通に。ま、ちょ、ごめん、メールの続き読むか。友人が合法ロリです。14、違法え、身長148センチで。ま、十四ま、14って女の子やったら身長伸び終わってんのかまだ伸びるかもよ。別に。 女の子で14やろまだ伸びるぞ、うんえー、身長1 4 8センチで回路が挟まるぐらいのおっぱいの大きさらしいです、まあ、おっぱいはまあ確かにでかいかもあとしゃがんだだけでおっぱい見えちゃいますちょっと前かがみになるだけでふわふわそうなおっぱい見えちゃいますベテランさんはおっぱいが好きとおっしゃってましたが合法ロリはお好きですか <laughs> いや合法ロリじゃないなだから低身長でおっぱいでかいだけやな 合法ーーロリとはなその、違うやろ多分、世にある AV とかで、その、合法ロリみたいな。グラビアアイドルの子とか、アイドルの子とか、AV 出てる女の子とかが、のおっぱ大きくて、その、低身長で顔を押さないみたいなのが合法ーーロリって言われがちっていう。で、それは、その、ロリ い身長とかお顔の感じしてるのにおっぱいだけ大きいからえ何このゴーホロリーみたいなギャップえぐいじゃんめっちゃエロいんだけどがゴーホロリーなんであって14で148でおっぱいでかかったらそれはただのおっぱい大きい14なんよ、えー、その子マジ顔も可愛くてゴーホロリーはその子だから許される感じがします、えー、ゴーホロリーはその子だからゴーホロリーじゃ あ、その、このメールに書いてないだけで、その、ちっちゃい子みたいな喋り方とか、振る舞いとかをしちゃうみたいなことなんかなちょ、わからん、鼻毛闇、ちょっとな、お前のメールはな、わからんぞ。えー、付け加えて、その子、ムチムチしてます。太ももとか腕とかめっちゃムニムニして、触り心地満点で、ずっと触ってたいくらいです。いつかはおっぱい、いや、そんな贅沢は言わずに、おっぱいと脇の近くを触ってみたいですね。 以上、おっぱいとゴーーロリの話でしたこいつなんや <laughs>、はい、えい、ー、やめてくださいえー、なんか面白いメールやな意味分からんもんなずっと14やな <laughs> はいまあ女の子同士だったらまあ今ね若いうちはうんそういうのいいんじゃないですかはい 知れませんお疲れ様ですえー、続いてのメールいきますどのメールいこうかなはいえー、ドブネーム木曜日の帝王さん、えー、性別、えー、漢字の「漢と書いて「男」「ベテランさんこんばんはこんばんは、えー、自分はたばこを吸っています」 自分が本当に好きなタバコはメビウスのオプションパープルなのですが世間ではオプションはイキリ大学生が吸うタバコというイメージが強いですそのイメージに枠にはめられるのが嫌で友達と吸う時や喫煙所では無難にセッターを吸ってしまいますセブンスターねベテラ時で時々出てくる自意識と関係があるんでしょうかまたベテランさんのタバコにまつわるエピソードがございましたら聞いてみたいです毎週更新頑張ってくださいありがとうございます関係あるな タバコとかほんまにそれの塊みたいなコンテンツやからなほんまに何吸うかっていうそこでアピールしなんぼっていうなんかほぼやっぱ一緒やもんなどのタバコ吸ってもまあ味違うけどかなり近いというかでまあ近いんやけど遠いからまあよりわかりやすいというかビールでこれ飲んでますとか別に興味ないマックでこれ食ってますとか全然盛り上がらんけどなんかタバコでこれ吸ってますわ俺別に吸わんけどやっぱ うん、おもろいというかわかるなーっていう遊戯王カードとかみたいなそういう面白さがあるというかそうっすねタバコにまつわるエピソードあの今年ぐらいからもうその友達が吸ったらもらうようにしててなんやろまあそれこそ来週でねタバコ吸う動画とかもやったけど、まあ、あれぐらいからなんかまあ別に なんかずーっとほんまに吸ってなかったんやけど。なんか友達が吸ってる時に俺も吸ってたら可愛いかなと思って。こいつ俺とめっちゃ仲良くしたいやんっていう。もらったら。と思ってますってて。だからまあその人が吸ってるタバコをもらうようにしてますね。はい。でも今井が吸ってる時はちょっともらわれへんな。なんやろう。ちょっとなんていうんやろ。はずいというか、仲良すぎてタバコもらうのちょっとはずいというか。 ちょっと、そんな仲良くない友達とかで、一応もらっていいみたいな。ちょ、可愛いというか。っていうイメージですね。はい。タバコなでも、まあ、吸わんのかっこいいと思ったんやけどなぁ。マジでずっと俺は。その自意識の最強なよな、結局。何もせんっていうのが。そう。何もせんっていうのがやっぱ自意識の最強。まあダサいと思われることないから何もせんかったら。それでだから何もしてこんかったのが俺のほんま。二十数年間。 だタバコも吸ったことないし、うんまあ、ほんま酒もほぼ飲まへんしみたいなでそれをやめたっていう東大理さんに言ってるにもかかわらず YouTube をやるという行為によって全部捨てたっていうだから最近金髪にしたしなそのほんまはめちゃくちゃ自意識あるのになんかおもろいから捨ててみるっていうのがこの人生ベ,ベテランチの人生のテーマ でもこれ捨てすぎたらただのおもんない g ん出来上がって終わるからな。ここの出し入れなんすよ。むずいのはね。うん。でもいいんじゃないですか。でもオプションパープルダサいよな。うん、確かに。吸ったことないけど、で、吸ってる人も別に具体的に知ってるかっつっら知らんけど、ダサそうやもん。なんかあれやろ味するカプセルついてるやつやろオプションパープルって。そのホロ酔いみたいなやつやろ オプションパープル。オプパーね。オプパーって、えー。フィルター部分に香りチェンジカプセルを搭載し、そのまますれば天然メンソール100%ならではの味わいを。カプセルを潰せば華やかに香るブルーベリーの香りを楽しめます。た、ダサいな。<laughs> ブルーベリーを潰して味変できるタバコダサいもんな。やっぱ。 うん。そうやんな。タバコの草の味だけで吸ってる方がやっぱかっこいいよな。セブンスターとかな。ハイライトとかな。ピースとかな。うん。でも、まあいいんじゃないそれでわざわざセッターを吸うっていう、お前のそういうところを愛する奴が現れるよ、絶対な。で、なんか仲良くなった奴の前ではな。 になった女の子の前ではオプションパープルすったらええやんなだいいと思いますねはい、えー、続いていきたいと思いますえー、ドブネームま丸さん28歳女、えー、こんばんはおやすみプンプンについて話しているのを聞きたいですベテラじゃありがたいはいおやすみプンプンねこれもあんねんけどまあこれも結構賛否両論ありそうやけど 俺は好きですわ、安村プンプン。普通に面白い。単純に。で、別になんか、人生のバイブルにするほど好きかって言ったら、別にそんなこともないですの。浪人生の時かな、初めて読んだの。現役の受験終わって、春休み暇だったから、うん、っていうので、す。ってた。あ、吸ってたじゃない。読んでた。蔦屋で借りて。でも、まあ、その時は普通にめっちゃ食らって、 うわ何このしんどい漫画みたいなで最近あれやったよね無料公開になってたよね七夕で,でそれはちょっと時間なくて読めんかったけどでも最近しばらく読んでないから内容もちょっと忘れてるっちゃ忘れてるけどなんやろななんかああいう世界ってやっぱ賛否両論あってそれこそまあなんかざっくりまあなんか「うつ漫画」ってめっちゃ言われるねんけどまあ結構「メンヘラ御用達」とか言われたりとかなんかそれを結構見て思った たのはなんかお休み。プンプンディスっとけばアンパイアと思ってるやつが結構おって。そういうやつ苦手やなっていうのを。思った。う、ま、ん、あ、これもまた結構偏見になるからちょ申し訳ない。賛否両論あると思うんだが。なんかお休み。プンプン好きなやつはまあ、そう。大盛り成功をディスっとくやつとかな。なかアンパイアなっていう。あと、最近あの村上春樹ディスる文章をツイッターで回ってきた。あれ。嫌やったな。しょうもない。ほんまにそのディスっとけばアンパイア。 リスっとけば敗戦数みたいな。いや、おやすみプンプンさすがにきついっしょ。いや、村上春樹、何が面白いの、うん、え、大森聖子切ってんの一番薄いメンヘラじゃん。こういうこと言うやつほんまに。いや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 。いや、すごいやろ。それでいろんなやつほんまに感動してたら。そいつのその作品の強度が高いからすごいね。 そのお前がその本でその出さって思うのもそのそれも作戦やからっていうその君が出さって思うようなその悪があるからいろんな人が夢中になんねんっていうそのただただハイセンスなだけじゃおもろならんからなん,なんもっていうでそのまあ同業の人が例えばじゃ漫画家がお休みぷめっちゃ嫌いですやったらまあわかんねんけどそのうわめなんかパクチーまずいみたいなその パクチーってなんで凄いかってやっぱさ、あんだけ癖あるから、めっちゃ好きな人とめっちゃ嫌いな人出てきて、うん。まあだから、まあ、俺が俯瞰しすぎな気もすんねんけど、まあそれだから嫌いっていうのもまあ、権利というか、ま <laughs> あなんかそれこそ誹謗中傷とかに近いというか、そういうのされるの含めておやすみプンプンの仕事やから、ええー、ねんけど、最終的にはな。おやすみプンプン素晴らしい。村上春樹素晴らしいと思うねんけど、 それでスってんのほんま、誹謗中傷してるぐらいアホやなっていう。好き嫌いあるから、まず。作品なんか。何をそんな必死になって。おやすみプンプンマジありえない。好きなやつ何なんだよ。それポジション取ってるだけやんっていう。まあ、ほんまに嫌い。うん。まあ、別に普通に思んないと思う分にはええよっていう、俺は。うん、なんか。おるよな、まあ、だそういう存在になりたいな、俺も。ベテランチ。 来獣、青松、明。いえ、ベテランチ見てんのえ、ダサなだじゃ誰もあんなの好きじゃないよ。とか。<laughs> え、来獣見てんだ。あの、お笑い風のやつでしょみたいな。で、その、ディスってるやつは、その、地下深いとこにおるだけで自分のことハイセンスやと勘違いしてるっていう。その、うん。なんか <laughs>、わからんけど、ほんまに誰も知らんような、 そのお笑いやってるやつとか、なんか分からんけど、その、読んでも誰も意味わからんネタつい書いてるようなやつにえ、えベテランちマジ笑とか <laughs>、あとその、ろくでもない大学院で、なんかろくでもない研究してるだけのやつにえアマツキの、え青松明の短歌え、なさいっしょみたいな言われてーっていう、それ言われるがとはなりてーっていうので、ここまで来たよな、やっぱ。 だからほんまに、いやかっこええよな、だってさ、むん、七夕にさ、12巻ぐらいしかない漫画公開してさ、その、ほんま、わなびーの中のわなびーみたいなやつがさ、いや、おやすみぶんぷまじつまんでしょ、みたいな、生 <laughs> きりの道具にしていくる。ほんま、やったったって感じやろ、多分朝のニオは。いやかっこええわ、ほんまに。 俺やっぱそっちがなりたいな。そっちがなりたくてずっとやってんな。うん、まあいろいろあるけど、有名なりたいとかさ、まあなんかそれこそ金持ちになりたいとか、ちやほやされたい、モてたいみたいなさ、まあその、何活動的な、そのまあお笑い芸人さんとか、ミュージシャンとか、YouTuber ーーとかいろいろって、それぞれその、まあ自分の表現をしたい。まあもちろんそれはあるよ。自分の表現をしたい。自分のことをみんなに伝えたあるけど、やっぱ、現世的な利益でやっぱこれが一番やな。その、やっぱかっこいいっしょ だ村上宗隆とかもさ、野球選手の。村上が三振しただけでさ、ヤクルトファンがさ、ぶち切れてさ、なんで三振してんだよ <laughs> ふざけじゃや <laughs> こんな人を必死にさ、かっこええ、侍よ、ほんまに。戦国武将やん、マジで。あー、かっこええわ、ほんまに。<laughs> おやすみプンプン、ほんま、かっこええわ。うじうじしてるだけやで、プンプンなんか漫画の中で。 なんか、おばとエッチしてさ、なんか、覚えて、<laughs> うわ、ごめんね、読んだのめっちゃ前やから、その大学入ってからもなんか、読み返したことあった気はすんねんけど、この今住んでる家にはないから、なんか、なんとかちゃん、なんとかちゃんに惹かれてるのに、そのなんか、おばさんの家でなんか、おばさんとおじさんがめっちゃ喧嘩してて、みたいな。おばさんとエッチしちゃう、みたいな。で、まあなんか、余計鬱なる、みたいな。<laughs> いや、別に <laughs>、ええだろ。 別におばさん。おばさんじゃなかったっけななんか忘れたけど、なんか、ほんまはエッチしたらあかん。お、誰かのお母さんみたいな。で、なんか、信頼してる唯一の大人だったのに、こんな風になっちゃった、みたいな。いや、あるあるある、そんなこと。いや、まあ、おばさんとはないけど。人間生きてたらそれぐらい悩むってって思うねんけど、それを読んで、しょうもないやつが、いや、OS やブンブンマジくそつまんねや。何考えてたや, <laughs> いや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 。 どんなものにでも美味しさってあるからな。俺好き嫌いないね飯とか。うん、なんかやっぱ誰かが好きなもんってやっぱ良さあるからな。俺全部知りたいなって思うねんけどな。なんかやっぱおるよな、っていう、うん。すいません。もしコメントで、あの、これまでお休みぷんぷん散々ディスてた人した、来た人いたらちょっとすいません、それは。自由なんですけど。俺はそう思っちゃいますっていう。はい。え続きまして。 えー、ドブネームユチマールさん23歳女、えー、好きなバンドはと聞かれたら真っ先にアンディモリと答えますとにかく曲がいいからですみんなに愛されてるアンディモリが大好きで今まで見てきたやってきたコピーバンドも思い出深いです大学の頃アンディモリが好きだというといくらでも友達ができました高校の時1人で聞いてたアンディモリで多くの人とつながりました私のような人がアンディモリを消費している1人に含まれるのかは分かりませんがちょっと悲しくなりましたそうね先週僕が まアンディモリっていうバンドのことを好きって薄っぺらく言ってるやつ嫌いみたいな話をして、まあ、ちょっとファンでね、アンディモリ好きな人がまあコメント欄でちょっとなんでそんなこと言うねんみたいなちょっとひともんちゃかったんですけどでもきっとベテランチさんもすごくアンディモリが好きなんだろうなと思いました実は私にも特別にアンディモリが好きと発言してもいいのかなって考えてしまうことがあります小山田颯平さんまあ、アンディモリのボーカルねの理想とする音楽はある、まあ、アンディモリの後にやってたバンドね <laughs> 全部説明 <laughs> あのアンディモリーの後にアンディモリやってた、えー、オリジナルのベースとドラムのメンバー2人と、まあ、別のボーカルの人で4人でやってたバンドねあるや個人名義の方が近いのではないかと想像しているからですでもそこまで気にせずいいものはいいと言ってもいいかなと判断してます普段こういう気持ちは胸に秘めておくタイプですがベテランジさんもアンディモリも好きすぎてモヤモヤして片付かないまま自分の思いを送ってしまいました これからもアンディモリとベテランさんが好きなことを隠さずに周りに言っていこうと思います。うん。ええと思う、ほんまに。それ別に俺全く否定してないからな。ちょ、ま、言い方は俺が悪くてちょっと、ね、嫌な思いさせたら申し訳ないけど。てか別に俺が多少ディスてたからって言ったらええやん。ほんまに好きなやったら。その、俺のこと信頼しすぎよ。別にええから。違くても俺と。ごめんなでも。うん。でも俺はほんまめちゃくちゃアンディモリ好きよっていう。 でもそれが薄っぺらいやつが嫌いっていう話、うん、まあそのずっと同じ話してるような感じするけど、まあ、今日の一通目のメールとほぼ同じまあでもはいいやほんまいいと思うありがとう、うん、えー、続きましてまあちょっと長くなったから今日はこんなもんにしとくかはいじゃあすいませんまあ一通だけいこうかごめんなさい、えー こんばんは。YouTube 飽きてきちゃいましたが、ベテランさん来週の動画だけは欠かさず見てます。あえー、ドブネーム、わけわかめさん。いつもありがとうございます。ベテランさんは小沢健二さんとか聞きますか私はとても好きです。ベテランさんがどこかで、えー、祈り、願い、誓いのお話、誓いのお話をされていたとき、あれかな配信かな愛って3種類しかないねんと俺が言い出したときやな。うん。小沢健二さんの歌を聞くときと同じ気持ちになりました。えー、俺の配信見て。小沢健二と一緒 似てるというと失礼かもしれませんが、同じ方向を向いていると言いますか。聞かれるのが気になっちゃいました。昨日聞いてたな。久しぶりに。あんまめっちゃ好き、もともとめっちゃ好きではないねんけど。うん。とわの家行って聞いてた一人で。まあ、東大の先輩ですしね。うん。ま、もともと僕、フリッパーズギターとかは、まあ、一通り聞いてて高校生の時に。 まあ、あとコーネリアスのソロとか、まあ、コーネリアスっていう、まあ、もう一人おって、小山田敬吾っていう、まあ、フリッパーズギターっていう、小酒がやってたバンドの中心メンバー。で、小酒は、フリッパーズギター解散してからソロで、めっちゃキャッチーな歌いっぱい出して、まあ、今夜ブギーバックとか、まあ、どんなあるのやろやと有名なのまあまあ、えい,い,いろいろあって、うん。で、もともと俺は結構コーネリアス派というか、まあ、自意識強いんで、なんか、小酒のその、なんか、あえみたいな。 アイドルっすみたいな大学1年ぐらいまではほんまダッサいなみたいなきっしょいなみたいな思ってないけどやっぱどんどん好きになってきたというかまず東大の先輩やしな東大ってなんか研究者とかなろうと思ったようなやつがあんな降りてアイドルみたいなことやってるっていうその二面性というか二重性が分かってきたというか本気であれやっ 言ってるわけじゃないといとうかまあ本気やねんけど基本はまあお酒んってほんままあなんか当時ほんまアイドルみたいなめっちゃ甘い歌いっぱい歌ってみたいなやねんけどうんまあなんか好きですねほんまにどの曲が好きまあ結構にわかっちゃにわかるんなんでなんか全曲覚えてるほど好きって言われたらそんなことないんですけど最近 いてたのはフリッパーズの曲になっちゃうんですけどこれかこれ懐かしないこれ俺らが小さいん時に CM で流れてたよな「恋とマシンガン」一番有名な曲やけど とかかは昨日聞いいてたわ懐かしいと思ってうんまあ普通にぜひね聞いてみてほしいですねはいまあそんな感じでしょうか小沢賢者の話とかほんまはもっとゆっくりしたいけどちょっと時間ないんでまたこの話もでもなんか短歌とかやるようになってああいうその甘いことわざとやるみたいなことがちょっと考えるようになったというか なんか自分の書きたいことだけ書いてても短歌おもろならんなっていうのはめっちゃあって。それでわざとなんかそのおもろなるようにどうやって降りるかみたいなのをめっちゃ、まあ降りるっていうのはそのなんか勝負から降りるんじゃなくて、なんやろ。なんやろうな。寄せるというか。みたいなのをまあ考えるようになって。来週とかも、うん。まあどうやって寄せていくかみたいな。よく考えますね。ちょっとまあ今回はい。 ちょっとなんか話がバラバラになっちゃいましたが、こんな感じでベテラジー以上です。また来週も頑張りますんで、聞いてください。たっそ